ウィリアム・リチャードソン・ウィリアム・マーチャント・リチャードソンはアメリカ合衆国の政治家。1774年、リチャードソンはニューハンプシャー州ペラムで生まれた。リチャードソンは1797年にハーバード大学を卒業し、その後を法学を勉強し、1804年に弁護士の認可を受けると、マサチューセッツ州グロトンで弁護士業を開業した。八百十一年、 リチャードソンは、ジョセフ・バーナムの辞職による空席を充当するため、マサチューセッツ州からアメリカ合衆国会議員に立候補し、選出された。リチャードソンは、その後1814年まで2期連続で会議員を務めたが、1814年4月に会議員を辞職した。会議員を辞職後、リチャードソンは、ニューハンプシャー州ポーツマスへ移り、 アメリカ合衆国検察官に任命された。1814年から1816年まで連邦検事を務めた。その後1816年にニューハンプシャー州から裁判長に任命され、1838年に死去するまでその職を務めた。1838年、リチャードソンはニューハンプシャー州チェスターで死去した。リチャードソンの遺体は、 オールド墓地に埋葬された。ありがとうございます。